皆さんこんにちは、千葉ドール工房です。今回はですね、前回こちら作ったものなんですけれども、帽子とリュックサックとベルトのセットですね、それの新バージョンになります。今回も帽子とね、リュックサックとベルトのセットなんですけれども、だいぶね、装飾とか帽子の形が違いますので、改めて紹介させていただこうと思います。それでは始めていきましょう。前回はですね、冒険家をイメージした感じで、こういったね、ちょっとバイザー付きのヘルメット型の帽子ですね。ちょっとエルフっぽい耳もあるんですけれども、それとね、大型のリュックサックと、いろいろなね、アイテムの詰まったベルトっていう構成だったんですけれども、今回はね、ちょっとコンセプトを変えてあります。で、まずこちらのね、黄土色っぽい方ですね。こちらがですね、まず帽子の形も違うんですけれども、こちらは、山の探掘と言いますか、炭鉱夫と言いますか、山でね、鉱石を取る仕事をしてる人系のアイテムですね。で、こっちはですね、エルフですね。帽子がエルフ型だったっていうのもあるんですけれども、ちょっとね、葉っぱとかの装飾を足したエルフのね、冒険家みたいな感じで作ってます。それではね、ここに、詳細を見ていこうと思います。それではまず炭窟化の方ですね、黄土色の方から見ていこうと思います。これサンドカラーと黄土色のね、組み合わせになりますね。で、リュックサック部分はですね、前回とほぼ変わりません。このね、巻いてある布もですね、ここのバックルを外せば新しいものに交換可能ですね。で、このあたりが全部開くのも一緒なんですけれども、今回はですね、こちらの新アイテムがつきますね。穴の中を掘るので、こういうね、ツルハシ。メイドインアビスに出てきた感じのね、雰囲気の、ちょっとね、攻撃系のツルハシですね。モンスターとか出ると危ないんでっていう感じで、こんな感じで、スチームパンク風に作ってるんですけれども、ここにね、ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、大砲になってるっていうね、ファンタジックな一面もありますね。で、この部分ですね、ベルトの先っちょにちっちゃいね、輪っか状の歯車があると思うんですけども、それがですね、このリュックサックのナスカに装着できるようになってるんですよね。なので背中にね、いつもはこうやって背負っておくことができます。次は新型の帽子を見ていこうと思います。こちらもね、ちょっとスチームパンク風なんですけれども、今までの帽子がですね、こういった形で、途中から耳が生えてるようなね、形なんですよね。なんですけど、新しい帽子はこう、上側に生えてるので、ちょっと猫耳とか狐耳風ですね。なのでね、ちょっと獣風で可愛い形になってますね。裏側はだいたい一緒みたいな感じです。で、このね、ゴーグル部分はこちらのバックルで外すことも可能です。最後にベルトですね。こちらもスチームパンク風で色々装飾がついております。まずこちら鍵束ですね。歯車もついてたり、あとね、時計ですね。で、これがちょっと特徴的なんですけど、いつも作ってる瓶ポーチに、こんなね、ライトっぽいね、装飾がついてますね。暗いところで作業するのでっていう感じでつけてみました。で、今度はこちらですね。銃ですね。どうしてもね、岩の中を掘り進んでいくと、ファンタジー世界ではね、敵ができてきたりするので武器もついてます。で、あとはね、いつもと同じ、このね、ロープがついております。こちらね、開ければ展開もできるタイプですね。それではエルフタイプも見ていこうと思います。エルフタイプのリックですね。布部分とちょっとね、この看板の本体部分が茶色で、他は緑とモスグリーンでできてますね。基本的な、ね、形とか、作りは一緒ですね。なのでこの部分の交換も可能です。で、違う部分はですね、ここに葉っぱの装飾があってエルフっぽくなってますね。で、続いてこちらですね。続いて、エルフ帽子ですね。帽子はね、エルフの形してるんで、よりエルフっぽくなりますね。で、前と同じでこちらですね、バイザーを、ここのホックを一度外してあげることで、前に展開可能です。最後にベルト部分の紹介ですね。こちらはまず、エルフってなんかね、お花とか葉っぱのイメージなので、こんな感じ、葉っぱのね、装飾とかお花の装飾がついたアイテムがついてますね。このあたりもね、鎖の先っちょにも葉っぱがついてます。で、あとはね、エルフの、伝統の薬品みたいのを入れるための試験管ですね。あと、エルフといえば弓なので、矢のね、マウンターになってます。ちょっとね、葉っぱっぽい形になってるのがポイントですね。で、薬草とかを入れる、こちら、
まあ、ポーチですね。ちっちゃいポーチなんですけど、中にちょっとしたものはしまうことができますね。で、最後に、まあ、いつもと同じように、このロープがついてますね。このロープを外して、先ほどと同じように展開も可能です。で、ここにもね、ちょっとした葉っぱがついているような仕様になっております。それでは実際にドールへの装着をやっていこうと思います。エルフタイプもこちらのタイプも装着方法は一緒です。で、こちらベルトですね。ベルトなんですけど、こう、物を外したりできますので、順番を変えたりとかできますので、そのあたりはご自分の好きなようにね、調節していただければと思います。で、装着自体はこちらのね、ベルトとバックルで行いますね。で、こちら肩のリュックサックも、この肩ベルトですね。肩ベルトを留めてあげるだけでできますね。で、肩ベルトが余った部分はここにね、金具がありますので、こう通してあげてください。MDD に装着したところですね、こんな感じでかなりね、情報量が多いですね。いろんなものが吊り下がってますので。で、この帽子もね、新作の帽子なんですけど、ちょっとね、獣耳っぽくて可愛いですね。で、今はですね、MDD に着せているんですけれども、こちらですね、バックルで先ほども言いましたように装着しますので、DD とか DD ダイナマイト、オビツ50なんかにも装着できます。まあ、装着したところはこの後ですね、また見せようと思いますので、少々お待ちください。で、こちらですね、銃が抜けて、まあね、ドールに持たせたりできますね。なんですけど、この銃ちょっと小さめなので、まあ、MDD サイズぐらいだと思ってください。この子は MDD 持ち足なので、ちょっとね、手が大きいので、ちょっと小さめに感じますね。まあ、普通の MDD だとね、割とちょうどいいサイズになります。で、いろいろなものがね、吊り下がってますね。このランプ型ですね。鉱山のランプみたいなのもついてますね。で、後ろには先ほども吊り下げた大きなね、こんなつるはしがついてるっていう感じになります。で、この帽子のゴーグルなんですけど、ここのね、バックルでついてるだけなので外すこともできます。外すとこんな感じになっています。一応ドールの目玉のところにつけることも可能なんですけど、こう金具とかが露出してますので硬いので、ドールのね、メイク剥がれちゃうと怖いので、あんまりね、おすすめはできませんね。おすすめの使用方法としましてはこんな感じで、まあ頭に乗せてね、飾ってあげたりですとか、こんな感じでね、首にかけてあげて、帽子もね、被ってあげて、アクセサリー風にしてあげるっていうのも可愛いですね。ちなみに少しベルトを緩めてあげることでこんな感じにね、帽子の上からつけるみたいなことはできますね。続いてエルフ系アイテムを装着したところですね。まあエルフなのでこのね、耳がとんがった感じが特徴的ですね。で、葉っぱっぽいね、チャームとか、このね、縄がついてますね。まあほとんどね、前回とか先ほど紹介した装備と一緒ですので、まあ、最後に写真を載せますのでそちらでね確認していただければと思います。ちなみにバイザーとかを下ろすとねこんな感じになります。まあねちょうど目の部分がねこう覗き穴の部分になりますね。ただまあ色移りとかねこうメイクが取れちゃったりすると怖いのでまあ優しくねつけてあげるって感じですね。であんまり長時間つけない方がいいと思います。それぞれのアイテムを今度はですね、こちらオビツ50と DD ダイナマイトですね。まあ DD ダイナマイトは DD と同じサイズ感だと思ってください。に装着したところですね。で、こちら、まあ猫耳帽子タイプですね。今回のアーマーってどちらのね、このベルト部分もすごくアイテムが多いのでかなりジャラジャラした感じでね、いいですね。たくさんついてる感じがいいです。で、まあ、各ドールにね、つけた写真はですね、また最後に載せようと思いますので、そちらを参考にしていただければと思います。こちらのバイザー付き帽子なんですけれども、一応ですね、このサイズ感は01ヘッドから撮ってますので、これ04ヘッドなのでちょっと浮いたイメージになりますね。オビツ50の頭ですと、さらにちょっと小さくなりますので、結構浮いた感じになりますね。その部分だけちょっと注意していただければと思います。以上今回はですね、スチームパンク風の冒険者装備とこちらですね、エルフ装備の紹介でした。この後詳細な写真も載せますので、もしよろしければ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではまた。